手元のハイボールちょっと潰すんですよね、こうやってちょっと上に持ってあげると。どうも、キュウリ夫人です。今回はですね、夏のキュウリレシピやりたいと思います。私の代名詞的な無限シリーズ、無限キュウリ夫人です。これはもう無限に食えるし、無限に飲めるっていうような最高のレシピでございますんで、無限に作っていきます。テテレテテレレレテテレテテレレレ、大体ここで入る。リュウジのバズレシピ、材料からいきます。冷蔵庫でよく冷やしたキュウリ夫人です、2本です。そしてシラス、まあ、こんぐらい25g ぐらいかな、多分こんだけということでやっていきたいと思います。キュウリを作る上で何が大事かと、やっぱ無限レシピですから、やっぱ無限っていう言葉の自体を理解しなければいけないと思ってるんですね。ということで無限になっていきます。ファイルゾーン技の1号、これでございます。そして今回なぜこの無限を2つあるかって言ったら、私は無限を証明するためにタックン、乾杯。乾杯。無限だね、無限理解できるでしょ、うん、じゃあちょっと撮影しながら無限に飲んでみて、はい、ます、はい、ということでやっていきます。キュウリなんですけども、このヘタの部分はねちょっと切り落としましょう。こうやってね、お手元のハイボールでこうやってね潰すんですよね。こうやってそう、こうやってね潰していくんですよ。そうするとね、これで切っていくとね、簡単に高炊ききゅうりになるんですよ。ほら、この感じですよ、皆さん。で、そしたら、まあこれを手でちぎってもいいんですけども、まあ、こうやって、ね、ちょっと細かめにこう、こんな感じの、こう、叩ききゅうりになりますんで、このいびつなね、切れ方が、これがね、味が乗るんですよ、これ。そしてこれを、ここに、ね、インします。そして、これダメだ、この動画ね、もうめちゃめちゃすぐ落ちる、ね、小さじ4分の1の塩、うん、そしてここに味の素1、2、3、4、そして黒胡椒、もうね思ってるね3倍、はい、これぐらい、はい。そしてごま油です。ごま油ね、やる前にねちょっとね揉んどいた方がいいかもしれない。これなんでかっていうとね、油の前に塩をね、このきゅうりにね浸しておくとね浸透するんですよね。これでごま油を小さじ2杯ね、まあ、好きな方は大さじ1杯ぐらい入れてもいいです、はい。もうこれだけ、これがうまいのよ。はい、そしたらもう盛り付けちゃった、もう盛り付けっすよ。これね、チャッ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 チャーお、まあ、しらすとごま油と味の素と塩が合わされば魔王も倒せるんで、約束された勝利のきゅうりです。ちょっとなんかしらすが崩れちゃってたので、ちょっと上に持ってあげると、ちょっと黒胡椒の方もいいし、はい、そういうことでこれで天元突破無限キュウリ完成でございます。さあ、それさせていただいたらしゃべります。いただきます。じゃあ、いただきたいです。いただきます。はい、じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。うまっ、買った、これはうまい。ちょっとね、味変していいですか。味変、僕のにはめちゃめちゃ出てくるんですけど、これね、ホワチャオ絶対よ、このキュウリ。ほらほらほら、あ、これうまっ。こんな簡単なのに、前スライスで作ってたんだけど、たたきの方がうまいよ、これ。この間ヒルナンデスでスライスで紹介しちゃった、まあ、いっか。やっぱり仲間を呼ばないといけないですよ、これはね、旅の仲間を。
ロード・オブ・ザ・リング。ちょっとあのエルフを呼びますね。立ち上がる。いただきます。無限ですね。すべての居酒屋のお通しに出してほしい。ハイボールでしょ。永遠食える。ハイボールでしょこれ。これはすごいですね。最高のおつまみですね。最高ですか。最高。最高です。じゃあこれはちょっと、はい、無限に飲んでください。はい、ということでですね、今回は無限キュウリどうでしたでしょうか。これね、マジでやった方がいい。なんで4本目やっていきたいと思います。どうでしょうか、今日は。今日は結構いい感じで、うん、今日1本目がワインで、2本目がチャミスルで、3本目ハイボール。殺しに来たもん。いつも俺そうやってやってる。